ダークセイバーです。今回はハイパーインフレーションを楽しむ視聴者の反応集を紹介します。それでは、どうぞ。この漫画すごい。うますぎますよ、やってたでしょ？経済とか貨幣に強い人だったら展開とかある程度想像できたのかもしれないが、俺はド素人だからそういうことだったのかって毎回楽しく驚かされる。でもド素人にもそうやってわかるように話作って逆転に次ぐ逆転し続けられるって超すごいよね。実際のところ大量に吸ってた偽札を金本位制から管理通貨制度へ移行させる。メリットを示すのに使うって予想できてた人いるの？経済に詳しくなくてもわかりやすく解説してくれる。国家が本来背負う通貨供給増の債務負担を反社に背負わせるのえぐい。だいぶ詰め込んで突っ走った感じがあるけどまだもうちょい続くんだよな。どうなるんだこれ。悪の帝国と戦う話だと思ってたけど読んでみたら、帝国は人種差別撤廃しようと頑張ってるし、奴隷制も廃止してる先進国なのに奴隷密貿易する。頭赤ちゃんとレイシズムに溢れた自治領のとばっちり受けてるだけでかわいそうだった。でも他国をインフレさせてボロクソにしてるし。経済回復したよ、よかったね。もう一人の主人公すぎる。来週はレジャットさんとか偽札殺しを解き伏せるターンだろうけどビオラさんたちの動向も気になる。論理クイズの登場人物は最大限賢いみたいな状態だからサクサク進む。さすがにそれはまだ確定じゃないだろってとこまで読み切ってる。ルークがウィンウィンになる商談が好きだしやりたいって言ってたのも伏線か。ここまでフラペコくんが MVP だと思う。さすがにルークだろ。人間の汚いところへの造形が深すぎますよ、やってたでしょ。この視線度超かっこいい。この漫画の最終回はグレシャムの死で終わると思っている。ここまで追ってる読者なら借金進めてる時点で察してたはず。正直展開の先が読めてても1話の中でキャラ対立の攻守が上手に切り替わるのはすげえと思うよ。みんながいなければできなかったよ。みんなでいろいろやったからこその結果だよ。無駄なことなんて一つもなかった。いや結構無駄なことしたな。一般金貸しみたいな感じで出てきたクルツさんがかっこよすぎる。やらかしそうだなって思ってたら最後がかっこよすぎる。自治領を武力制圧する大義名分できちゃったし、自治領班が春姉救出できればガチなんだけどもう一悶着あるんだろうな。謝れる官僚とか現実でも創作でも滅多に見たことないですよ。作者さんやってたでしょ。何時でも裏切りそうだよなって思ってたけど、誰にでも仕掛けてくるのを忘れてた。あと4話しかないのか。まだあと3話もあるの？つまりあと3回は裏切れるな。国家経済崩壊を承知で仮殺の判別法をばらしそうな仮殺殺しの動向がちょっとだけ怖い。ハイパーノートはルークしか生み出せないから、決して偽札を作ることができない唯一の紙幣になるって展開が予想されてたけど来るのかなぁ。あるとしたらガブール人独立国の通貨になるってことぐらい？もう8割消化した気分だ。あと3話だから8割どころか9割以上だよ。信頼は換金可能なのだって言ってたけどマジでやりやがった。以前は偽造できるだけの技術がなかっただが今は違う。仲間を換金するな、仲間を。仲間？仲間とは思ってるよ。金の方が仲間より大事なだけ。春姉が救世主の力を危険視してるっぽいのが不安なんだよな。信頼は金で買えないけど金に変えることが可能な素敵な商品でしたね。金を生み出すもの。それ以外。350億はもうばらまいて景気良くなったぞ。要求を飲まないと偽札の存在をばらすぞ。強行手段に出るなら自治領の350億も追加で投入して今度こそハイパーインフレーションだぞ。全部読んできたがやってたでしょの定方はどこであったっけ？紙幣工場見学。偽札殺しがレジェットさん褒めてるとこじゃないの。偽札殺しがお札の作り方を説明してるとき、レジェットさんが偽札殺しのところでスピログラフだったかの使い方を教えてもらってたとき、紙幣作りのレクチャー中偽札殺しがレジェットを褒めるとこ。ルークが死ぬまでは絶対に紙幣のコピー作れないよな。外れ能力かと思ってたけど王の能力だ。インフレは起こすけどちゃんと経済も回復させてそれから脅すってのがすごくちゃんとしてる。帝国知識人がまともかつ本当に賢い。まともすぎて国が滅ぶ。味方がまともすぎて国が滅ぶ。もっと差別意識とか強くてもおかしくないのにちゃんと結果を見て判断できて謝れるの偉すぎる。漫画でここまで真っ当な議論してるの初めてかもしれん。なんで人間が家畜に謝罪なんかしてるんだろう。あの時のレジェットさんの言い分通すような頭だとそれはそれで国が滅ぶからな。本当にこうやって偽札を出すんですはぁ。
デュープロセスはマジで大事なのがわかってるのいいよね。本当だった。ごめんね。めっちゃ面白い。作者にセガネ作りやってたのかな。大罪人すぎるだろ。ハイパーインフレーションしてもルークの価値は不変だったのが良い。後は自治領の掃除とエピローグで終わりそうだな。さすがに2点3点する余裕ないはず。春姉が何か企んでそうなのがどうなるか。一番の強敵はバカで強運な誘拐犯。作者がこの4話のためにここまでやってきたっつってたのが、それぐらい力込めてます程度の意味合いにしか思ってなかったけど、今までの展開はほとんど今回のための布石だったって意味だったんかってなった。グレシャムと頭を失ったクルツキンリュウは実質仲間と言える。お互い頭いいからこそ発生してる読み合いが多すぎる。グレシャムは現代ならなんかハイリスクハイリターンな投資家とかやってんのかな。暗号通貨のポンジとかやってそう。自治領奪還、エピローグ、そして現代へ、ぐらいはやってくれると思ってる。偽札情報公開が逆にルークの武器になるの凄すぎるよね。どうでもいいから褒められるんですよ。ズキン。本当に好き。まああと3話で2点3点されてもさすがに疲れる。怒涛のやってたでしょ説明でダメだった。グレシャムも受けさせる時点で倫理観的にどうかなってなるところを犯罪者から回収することでセーフにする。春が何らかの異常にヤバい系のネタはありそう。春姉をここまで引っ張るんだから何かあるとは思ってるが、この作者が何をやるかなんて予想は無意味だと感じている。アニメでレジェットのもう我慢できない裏声が見たい。グレジャムが悪化は妖化を駆逐するって言って終わりな気がする。グレシャムも一回紙幣が紙くずになるからって大量の借金して大損してるからな。こいつが同じこと進めるならそれはもうそういうことなんだよ。全員ウィンウィンっていうのがルークの方針だからレジェットもなんかいい感じに着地するよ。当のレジェットさんがレール敷かれた英雄化を受け入れなさそうなのだけが心配。日本の紙幣の技術力高すぎるんだけど、偽札殺しでもいるの？実際のところ300億ばらまいたくらいで景気そんな良くなるのか平民なのでわからんかった。現代ならそうでもないんじゃないの？帝国の規模もよくわからんし。金曜深夜にハイパーインフレーションが、トレンド入りして漫画と知らず日本の将来を売れるおじさんが出てくるのもあと3回と思うと感慨深いな。新ハイパーノート作る時の欠点をおさらいしておこう。もう欠点ってなったから逐一ああいうの入れてくれるの本当にありがたい。レジェットは帝国とガブール国の大使になるんじゃない。奴隷の価値から換算するに日本円の5、6倍はあるんじゃない。ベルク特殊な素材を使ってるので超常的な力を使ってるんですよって言われて専門外なのですがで論破しちゃうまともな議会なせいで知識も経験も豊富で奥底に差別意識が残っているのを自覚しつつも可能な限り公平公正であろうとする役人いいよね。まともすぎて国が滅ぶ。奴隷の価値と偽札の見つかるペースである程度判別つくかな。登場人物大体頭いい。皆さんがブール人を甘く見ないでいただきたい。でもこんなに手間暇かけた紙幣って国によってはするだけで負担じゃないの。だから価値が保証されるんだ。面白くなってきたな。ルークとか超かっこいいよね。登場人物の中でもトップクラスのクソ野郎なのに差別周りの描写もすごいよね。経済は一旦回ると後に続けってなって調子よく回るんだ。その一旦が一番難しい。一部検査だけど万札の14分の1が偽札で単純に350億倍した規模の経済。仮に日本でばらまきあったとしても使われずにタンス預金されそう。そりゃ政府が信用されてないからだよ。内部留保に突っ込まれて庶民に行き渡らないのが先な気がするぜ。少し前に配った10万円定期的に配られるっていう信用がなければ生活カツカツな一般人は貯金するぞ。ハイパーノートをばらまく世界経済壊れちゃう。だとずっと思い込まされてたからフラペコの紙幣を大量にばらまくと一時的に経済は回復するって説明をすっかりスルーさせられてたのがある。まともで頭がいい人しかいないから恐ろしく会話がスムーズ。頭が普通の人と俺向けに優しく解説してくれる。各人の最終目的なゴールは変わらないものの局地戦のゴールポストがコロコロ変わるの面白すぎる。気が早いけど次回作楽しみ。まだ50話なのが驚き。春姉ちゃんをくらえでダメだった。グレシャムさんは世界経済を壊したいんじゃない、世界の富を手に入れたいだけなんだ。なんならルークも感覚ではよくわかってないけどフラペコさんの実体験でそこはそういうもんなんだろうって見切り発車した感がある。そうか、フラペコさんの話がないとそもそもこの作戦の立案する知識がなかったのか。
無駄がない。俺みたいな奴だったら即見分け方公開して積む。仮にこの後偽札が出回ってるのとその判別方法がルフされるとどうなるんだ。紙幣の信用が落ちて今度こそハイパーインフレーションが起きる。ベルク紙幣の価値が大暴落する。偽札だと使えないじゃないか、今すぐ金と換金しろって押し寄せてくる。帝国にそんなに金ないよ。偽札を使うと犯罪なのでみんな自分の持ってるベルク札を打艦しようとするけどそれを差し止められるのでベルク札の信用が塵になる。ベルクに対する信頼が暴落して外国との取引がむちゃくちゃになり市民は疑心暗鬼になりパニックになって帝国経済は大混乱に陥る。ここまでちゃんと明示はされてたんだよな。この展開と改めて読むとわかるね。日本でもたまにばらまきやってそこそこ効果出てなかったっけ。あと3話で姉とダウを消化しないと。まともな人たちがやる元の差別のリアルさ、後ろめたさが一切ないのがね良いのよ。これでもかなりマシだからまともなんだよね。たまに IQ が著しく低くなるのも良い。二人で星座を作ろう。レジェットさんクルツさんに嫉妬してたけどそれはそれとして報告の時に尊敬の念が出ちゃうと小月。思い返してみればレジェットもグレシャムも強盗もルークの想像を超える動きをしてきた。強敵だったしルークの成長を感じる。マイナス方向に想像を超えるな。レジェットの復職ももう少し引っ張るかと思ったら証拠があるならいいよ。マジでごめんですでに住んでるのまともというか物分かりが良すぎる。犯罪組織の摘発までは行ってるからな。根拠のない妄想で殉職出しすぎ問題だっただけで。信頼関係は換金可能なのだってグレシャムが言ってたけど、あれ現代の貨幣が国会の信頼で価値を保ってることを言ってるのかな。そこまで大きくしなくても現代でも普通にいるしな。保険の営業の人とか。日本の紙幣は125兆あるらしいから7だと 8.75 兆円だな。壊れちゃう。行政インフレ助けてくれー。でも史実だと禁止法時代にマフィアが力をつけて偽100ドル紙幣を作って売りさばいてたら景気が刺激されて良くなってきたって話もあるので、結構な頭脳戦でややこしい話なのにすんなり入っていけるのがすごい。読むだけで頭が良くなった気になれるの素晴らしいと思う。体中から偽の紙幣が出るんです、信じてくだち。この漫画どこまで作者の実体験なんだろう。350億をそのうちバレて紙くずになるよって説明もつけて反射に売ったのがすごい強烈だよね。持っててもしょうがないから流しまくるし、使いまくるからあっという間に流通するし経済効果も発生する。単なるばらまきでの貯金されるかどうかってハードルをここでスキップさせてるのがうまい。使いまくって経済発展。ベルクは国際基軸通貨っぽいから現代換算すると350億ドルばらまかれくらいに思えばいい。これでもわかりにくいか。だいぶブラックな話だよなこれ。レジェットは愛する人と二人きりで愛の大冒険をするラストだと思うよ。